はい、じゃあ、次は帯揚げに行きます。まずこれは母からもらったものなんですけど、本当に昭和なオレンジです。でもね、意外とこれ結構ね、ちりめんで、まあ分厚いんですけど締めやすかったんですよね。 これが母からもらった帯揚げオレンジです。はい、次は大体もう私やっぱり新鋭さんばっかり、新鋭さん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 、ここまで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個新鋭さんです。つまり1個300円なので、11個あるので3300円と消費税ですね。なので3630円税込み、めっちゃ安ですね。はい、でこちらがまずグリーンです。これはね、結構やっぱグリーンは使いやすいですね。薄いし、すごくモコモコしづらいけど、下手くそなんでモコモコしちゃうんですよね。こんな感じです。はい、次が水色。これはね、ちょっとくすんだ感じのブルーなので、これもね、やっぱ使いやすい。ちょっとくすんだ感じの綺麗な色って使いやすいですね。私は割と使いやすいかなと思います。この卵色みたいな黄色です。ちょっとカメラだと薄い黄色に映るんですけど、本当なんか卵焼きみたいな色をしてます。これもね、可愛らしいですよ。春っぽい感じがしますよね。はい、次がこの白いのですね。白いのはね、やっぱりね、ほんとよく使えます。ちょっとここに刺繍が入ってて、うまく使えばこの刺繍がちょっと出る感じかな。うまく使えばですね。はい、白はほんと何にでも合わせやすいし、とてもなんか爽やかな印象になるので使いやすいです。よく使う帯揚げかな。あとね、この薄いピンク、桜色っぽいピンクです。まあまあ、これも使いやすいかなって感じですね。ちょっと可愛い系ですけど。はい、こちらもね、ちょっと濃い、さっきのより濃いめのピンクですね。はい、こちらはローズピンクです。これはまだね、あんま使ったことないです。紫系の着物に合うかなと思ってるんですけど、なんかバッチリ合いすぎちゃってあ、まだ使ってないですね。はい、あと絞りのね、帯揚げ、なんかちょっとこういうのが、こういう濃いめのピンク地に白の絞りがあって、なんかこういうのをね、あのコーディネートで使ってる方がいらっしゃって、ちょこっとこうやって見えるんですよね。少し、あ、可愛いなと思って買ってみたんですけど、ちょっとまだ私には使いこなせてないです。はい、薄いオレンジですね。なんかね、申し訳ないんですけど、これもあまり使ってないかな。いつかきっとそのうち、まだね、着物始めて1年なので、そのうち使える時がね、来ると思うんですよね。初めてね、どうしても帯揚げとか帯締めとかいろいろ揃えたくなっちゃって、ついついね、買っちゃうんですよね。これはこのスワトー刺繍が入ってる帯揚げです。ちょっと茶色、茶系の濃いめのベージュピンクっていう感じですね。まあ、はい、これもまだ私は未使用です。はい、次が何、からし色っぽい
帯揚げですね。これあのご紹介した振袖の紫色の振袖の方に合うかなと思って購入したんですけど、すっごく合ってました。めちゃくちゃかっこよくなりました。なので紫色とかの差し色にいい感じですね。かっこよくなります。こういう色結構ね、割と使いやすいかなって感じしますね。はいはい、次はココアブラウンみたいな焦げ茶色ですね。これはあの着物葉月さんで購入しました。着物葉月さんって代田橋にあるアンティーク着物のお店なんですけど、もう本当に端から端まで全部可愛くて選べないんですよ。もう全部可愛すぎちゃって、まあそれでも気持ちだけでいっぱいいっぱいになっちゃって、ああもう今日は何も選べないと思って帰ろうかなと思ったら、これが目について、ああすごいこの色ってね、あまり見かけないんですよね。まあもう新鋭さんなんか絶対出てこないってこともないと思うんだけど、新鋭さんに出てきたら多分秒で売れちゃうぐらい、本当になかなかお目にかからない色ですね。もうこれがすごく欲しいと思って買いました。これは3500円ぐらいだったかなと思います。お手頃かなと思います。ちゃんと証券で着物葉月さんがオリジナルで出してる帯揚げですね。あとこちらも着物葉月さんで購入したんですけど、これもその時一緒に、この色もねずっと探してたんですよ。でも全然見つからないんですよね。すごく綺麗じゃないですか。これね金舎の水玉のとか合わせたり、まあ、差し色すぎかな。でも時々使ってます。すごい華やかな感じになります。ターコイズブルーですごく綺麗で、これとこれもとてもお気に入りです。はい、最後は椿庵さんの帯揚げです。これはねすごく奮発した帯揚げです。もう時々しか買えませんね。はい、これはこういう2種類のレースが一つになっていて、裏側はこういう感じで薄い生地が貼ってあります。これは私が持ってる紫色の大島つむぎを持って行って、で椿庵さんの森田真美さんに選んでもらった帯揚げです。それまで大島つむぎがどうしても可愛く着れないって悩んでたんですけど、本当可愛くなりました。これに合わせて半襟もおすすめされたので、半襟もその時にお揃いのものを購入してます。すごく本当可愛いです。もうね何にでも合うし全部可愛くなるし、本当にね私も椿庵さん大好きです。あんまり買えないけど、はい、はーい。次がこれね、ブルーの薄い水色の地にちょっとピンク、アッシュピンクみたいな感じのレースがついてて、ちょっと分かりにくいんですけど、カメラだとすごく綺麗でね、これねちょっと私にはでも若すぎたのかもしれない。可愛くなりすぎちゃって、娘の時とかに使うかなって感じですね。すごく可愛いです。はい、あとね これちょっとくすんだ色なんですけど、これうずらっていう色なんですね。濃いめのベージュにのレースにこの薄いブルーグレーみたいな色の糸で縁取りがしてあって、すごいねおしゃれなんですよ。でね、こういう感じの色はねもうアラフィフの私にはもうバッチリ合うみたいですごいおしゃれだけど可愛く仕上がるなって私的には思ってます。濃いめの色の帯と合わせるとすごい
なんとも言えないなんかこっくりした感じになってすごく可愛いです。これもね本当おすすめですね。はい、以上つばきあんさんは3枚になります。はい、以上が私の帯揚げと帯締めのご紹介になります。それで今日着ているのはこの間棒襟にした紬なんですけれども、やっぱり棒襟にしたらすごい着やすくて、おはしょりとかに気を使う余裕ができる感じがしました。はい、なのでまあもう一枚のすごく綺麗な紬もあっちはちょっと今度はバチ襟に挑戦してみたいなってちょっと思ってます。はい本日もご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。